皆さんこんにちは、山上アリシアです。今日はですね、私の大好きなコストコに行ってきたので、その購入品を紹介していきたいと思います。私ほんとコストコが大好きで、月1では必ず行ってるぐらいなんですけれども、だから結構頻繁に行くからあまり面白いものは買わないんですけれども、いつもコストコで何買ってますかって聞かれるので、今日は紹介していきたいと思います。で、早速このじゃーん、大きいサバフィレ、塩サバのフィレ切り身です。大きくない？結構コストコもサバって油が乗ってて本当に美味しくて、これも結構好きなアイテムです。これが約 1.5 キロ入ってて1651円になってます。これは朝とか私の大好きな昆布巻きとか用に使うようです。くーちゃん切り身の続きで、こっちじゃーんこれはですね、トラウトの塩切り身です。で、これが切り身 1,2,3,4,5,6,7 8切れぐらいかな入ってて2121円でした。で、朝ごはんとかに焼き魚食べることが多いので、これを小分けにして冷凍しておいて、朝にパパッと焼けるようにいつも準備してます。コストコのお魚ってほんと脂が乗ってて新鮮ですごい美味しいので、買ったことない人はぜひ試してみてください。食べたことなかったらもうサーモンは絶対に美味しい。次がですね、変化球。あんまり日常的には買わないものなんですけれども、コストコのアヒージョ買ってきました。今回はね、お肉買わずに海鮮類だけですね。で、このシーフードアヒージョは、ほんと、エビとかホタテとかタコ、マッシュルームが入ってるんですけど、超たっぷり入ってて、で、ニンニクこれ量すごくないですか？で、これもね、結構ガーリックが効いてて美味しいんですよ。で、これね、パスタ絡めても超美味しくて、これは今日の晩ご飯になります。超楽しみ。で、最後の生ものがこちら。じゃーん。サーモンの塩辛です。私これ初めて買うんですけど、サーモンとイクラが入った塩辛になってます。インスタですっごい美味しいっていう評判があったので買ってみました。イクラとサーモン親子塩辛ってすごくないですか？超美味しそう。米麹が結構入ってて、結構白ご飯と一緒に食べると超美味しいらしいので、これも美味しかったかどうかインスタのストーリーにあげたいと思います。しかもこれは北海道で作られてるそうです。で、次のアイテムは2つ一気に紹介するんですけど、もう私の家では本当に欠かせない2つ。もうこれがないともう料理作れないっていう2つが、日高昆布と、あと花かつおですね。ほんと毎日出汁取るので、コストコで大量に買って使ってます。こんだけたくさん、日高昆布も入ってて、これはいくらだったっけな？ 1080 円なの。で、これで、出汁も取るし、昆布の佃煮を作ったりとか、これで昆布巻きも作ったりとかしています。なので、すごい使えるので、私の中では必需品です、料理では。こっちの花かつおは1298円でした。これもね、たっぷり入ってて、ふわふわなの。だから結構美味しいお出汁が取れるので、この2つでいつも毎朝お出汁を取ってます。もう一つ欠かせないものはこちら。オリーブオイル。これはオーガニックのエクストラバージンオリーブオイル。これを使いやすいような、もうちょっとちっちゃいボトルにいつも詰め替えて使ってます。そして次は私の大好きなデーツです。メジュールデーツ。このメジュールデーツが一番大好きで、デーツの中でも。私はここのブランドが結構好きで、オーガニックのものもあるんですけど、こっちは普通の方です。結構ね、なんかわからないけど、コストコの方が、一つ一つ、本当に大きくて、これぐらい、こんな感じにね、いっぱい入ってるんだけれども、種だけ出して、
アーモンドとか入れたりして食べてるんですけれど、超美味しい。しかもたっぷりこれ、本当に。これ 900g 入ってて、1180円。超美味しい。現場にもよく持ってっちゃってます。で、次が最後の食品なんですけれども、私が最近ハマってる、ルイボスティーを買いました。これもオーガニックルイボスティーで、で、これはほんと4つ入ってたんだけど、一緒に椿吉といたので、椿吉耳子、半分個、半分個ずつしました。これ4つで1288円。で、1箱に40個も入ってるの。でね、これも現場に持ってたりとか、今から寒くなるので、マイボトルを持ち歩きながらこれを飲みたいなと思います。で、食品は以上です。で、次はコストコでなかなか買えなかったものなんですけれども、マスク。これは4層になっているプレミアムマスクです。で、1158円でした。私普段は、布マスクをしてることが多いんですけれども、たまに、こういう紙マスクっていうのかなを使わなきゃいけない時もあるので、それ用のためにコストコで安くいっぱい買ってきました。次は、じゃん。キッチンタオルでーす。超たくさん。12ロール入ってて、2598円でした。超大きいよね。いつも私カーピランドのブランドじゃなくてバウンティの方をコストコで買ってるんですけど、そっちももう超吸収力が良くて大好きなんですけど、ちょっとこっちの方がちょっと安いからこっちを試してみたいなと思って今回はカーピランドのやつを買ってみました。そして最後のアイテムは、じゃんじゃーん。ドアにかけるクリスマスの飾り。大きいね、家で見ると。コストコあるあるだね。コストコマジック。全部コストコだと小さく見えるけど、家に持って帰ってくると巨大。で、これ2種類色があって、この白のタイプと赤の方があったんだけど、かわいいよね。もう私クリスマス大好きすぎるから、もうコストコの、365メートルのクリスマスツリーあるじゃん。あれが欲しくて、そのクリスマスツリーが飾れるお家を建てることが夢。はい、っていう感じで日常的に使えるものを一気にドバーッとストックできるように買うっていうのが結構私は多いので、ちょっと変わったものとかは今回なかったんですけれども、いかがでしたでしょうか。結構ね、コストコ購入品みたいって言ってくれた方もいたので、今回は撮ってみました。他にもコストコでおすすめなものとかもあったらぜひぜひコメント欄に残しておいてください。最後まで見てくれてありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバーイ。